こんにちは、沼チャンネルの沼です。今からお伝えすることに該当する方はぜひこの動画を最後まで見てください。新人店長として悩みを抱えている方、チームがうまくまとまらない方、そして店長に対して不満がある方、これらに該当する方にとってはこの動画は必ずお役に立てます。しかし該当しない方は時間の無駄になりますので、このまま動画を閉じてください。新人店長になり、新たに店長を任せられた時、自分は立派な店長になれるのか本当に悩みますよね。実際は誰も自分を褒めてくれない、誰も自分を導いてくれない。店長という仕事は常に孤独だと思っています。私はこれまで100名以上の店長を見てきました。エリアマネージャーの立場として、統括マネージャーの立場として、そして人事の立場としても様々な店長さんを見てきました。そして何よりも私自身が新任店長の時、本当に悩んでいたものです。もうチームが崩壊寸前、退職者が何名も出てしまった、自分じゃない方がこのメンバーを見た方がうまくいくんじゃないか、そんな自暴自棄に走ったこともありました。一方で全国最大級の店舗を任せられることができて、それをやり抜いた経験もあります。今回この動画でお話しすることは、会社では決して教えてくれないことにフォーカスします。私がなすことをしっかり指導してくれる会社やエリアマネージャーは少ないでしょう。この動画を本当に理解して実践することができれば、あなたが1年目店長でも結果が出せる店長、チームが結束してすごい店長として認めることができます。なぜならば3年目5年目の先輩店長でさえできていないことをこの動画では伝授していきます。では早速、新人店長が優れた店長になるためのキーワードが3つあります。そのうちのまず1つが、外交力を身につけよう、これです。実際にあなたが店長になり教わったことは何ですか？店長業務ですよね。勤怠管理の仕方、メンバーの目標設定、秘書に目標設定して期末に評価をするからねっていうやり方、他にもシフト作成や店長にしかできないデベロッパー様の業務などもやり方、ノウハウについては教わるかと思います。私がお伝えしたいことはそういうことではなくて、外交力です。これ外交力とはどういうことかというと、例えばですね、あなたの前の店長さん、こんな店長さんいらっしゃらなかったですか？いつもは自分たちメンバーに厳しかったり、もしくは自分たちメンバーの前でヘラヘラしてるのに、上司、エリアマネージャーとか本部の方とか、たまにしか巡回に来ない方がいらっしゃった時はピリッとして、メンバーにもっとしっかりしろよとかね、もっと接客してアプローチ早めに行ってみたいな感じで、なんか本部の方、エリアマネージャーの前ではカッコつける店長、エリアマネージャーにはね、なんかごまをするようにですね、ヘコヘコしたりしてる店長いらっしゃらないですか？気に食わないなって思いますよね。ただ一方で、私が伝えたい外交力のある店長っていうのは、まさにそういう店長なんです。外交というのは、たまにしか来ない方に対してどう接するか、どうコミュニケーションが取れるかっていう力です。つまり、たまにしか来ないエリアマネージャーや本部スタッフに対してってことです。これ何が言いたいかというと、ダメな店長っていうのは、メンバーのパフォーマンスが100点中80点、これが実際の数値だったとしても、パフォーマンスを80発揮してるスタッフさんでも、店長のプレゼン力がないために、60、50、40とちゃんと外交できない、評価をプレゼンできない、つまりたまにしか来ないエリアマネージャー本部スタッフ体制ヘコヘコしてるっていうのは、一方で外交力がありメンバーのパフォーマンスを最大限発揮した状態を見せようとしてるっていうふうに言えます。たまにしか来ない方っていうのはやっぱ断片的な評価になってしまうので、外交力のある店長っていうのはパフォーマンスが最大値100とは言わないけど、いつも80出せてるなら80の状態を見てもらいましょうよと、そうやってメンバーチームの士気を上げたりとか、実際にそれをたまに来るスタッフにプレゼンできるかどうかが非常に重要です。実際これどうですか？メンバーとして期末の評価面談の時に、自分が80と言ってるのに店長が85点になるためにもっとこういう言い方があるよ、伝え方があるよというふうにプレゼンの指導をしてくれたり、そして店長もエリアマネージャーにプレゼンする時に、あの方は80と言ってますが私は85だと思います、これはカクカクシカチカ、こういう理由でこうだからですというふうに伝えられた方が実際に部下の評価上がりますよね。これ何が言いたいかというと、優れた店長とは何か、これ一言で言えと言ったら、部下の評価を上げれる店長こそが最も優れた店長としています。
ただ事実どうですか？部下のパフォーマンスが80点を叩き出しているのに、実際に評価では60点しか伝えられない店長。これでは部下の評価が上げれるとは言えません。なので会社から教わる評価基準の仕方、目標設定の仕方、これはノウハウ、ハウツーとしてもちろん教わりますが、それだけじゃ全然ダメなんです。それを他者に伝える、外交的に伝えるプレゼン能力が身につけるべきと私は言いたいです。なのであなたがすべきことは、期初に始まる、6ヶ月前に始まる目標設定、よくできたね、じゃあ期末の評価でしっかり私が面談するからね、じゃないんですよ。それを伝えるために日々毎週毎月そのメンバーと向き合って、彼の良さ、潜在的に本人が気づいてない良さを引き出す力、それを言葉で伝える力を身につけようってことなんです。なので文章力だったり、メッセージ性、事前の準備力、そういったことを今から学びなさいということです。優れた店長とは、隠れた部分で外交力が強い店長です。これを身につけるだけ、他の店長そんなできてないですから、ぜひプレゼン能力、外交力を身につけちゃってください。そして2つ目のキーワードは、ジャッジマンであれ。ジャッジマンなんです。あなたは接客をする、売上を取るプレイヤーでもあります。マネージメントをするマネージャーでもあります。ただ一方でこれ教わってないことです。審判なんです。ジャッジマンなんです。サッカーのコートではゴールキーパーやプレイヤーや監督だけをすればいいわけじゃないです。審判もしなきゃいけないんです。これが店長なんです。これ教わってないですよね。なぜかというと、店長職というのは白黒どっちかわからない仕事ばっかりです。お客様のクレーム対応どうですか、これ白なの、悪いの、いいの、グレーなことを判断しなきゃいけない。なぜならあなた店長は最終責任者、最後の審判、ジャッジマンだからです。 A さん、 B さん、スタッフさん、仲が悪い、喧嘩してる、これどっちが悪いの、どう裁かなきゃいけないの、私はわからない、私は仲裁する中立の立場じゃダメなんですよ。どちらかを判断しなきゃいけない時が訪れるんです。そんなシーンがいっぱいいっぱい来ます。会社も白黒はっきりしてくれないとき、じゃあ誰が決めるの、店長がはっきりと決めなきゃいけないことも訪れるんです。あなたの意思は何ですか、それを冷静に他のメンバー見てたりします。あの店長はどういう判断をするんだろう、それによって信頼したいな、よく考えてくれてるな、あ、自分たちで判断できないことくれたことを勇気を出して判断してくれた、まさに審判、ジャッジマンだなと。信頼を勝ち取るためにはこのジャッジマンであれっていうのが非常に重要なポイントです。でも勇気を出せということだけでは非常に怖いですよね。私も当時怖かったです。じゃあ何をすべきかというと、社内規定を熟読してください。社内規定です。勤怠管理はどうする、店長業務はそもそも何をやる仕事っていうのかっていうのを文字で記されています。会社内では、それをあなた読めていますか。会社のパソコンページを調べれば全て出てきます。これは印刷して持ち出すことは禁止されていますが、読むことは自由なんです。ただ上司の方、これ読みなさいっていうふうに言ってくれますか、言ってくれないですよね。なぜならばそれは読むのが自由、当たり前みたいな風潮があるからです。ただこの当たり前と言われていることこそできていない。店長になったらまずは社内規定を把握することなんです。何がわかるかというと、会社の判断がわかります。このパターンは黒、このパターンは白、じゃあ私はこう判断すればいいんだなっていうのがわかります。一番怖いのは無知なことです。どう判断すればいいかわからないことです。その不安が怖いんです。コンプライアンス、セクハラ、モラハラあります。ハラスメント、そういった基準も社内で規定されています。白黒が分かってくる、つまりやってはいけないことが社内規定には載っています。それを把握すればどうなるか、それ以外は全部やっていいこと、全部自由にやっていいってことなんです。やってはいけないこと以外は自由ってことなんです。自由を手に入れられるんです。つまりディフェンス、守るべきことを守ることができれば、あとはオフェンス、攻めに徹することができるんです。不安の中営業してる、接客してる、メンバーとの持ち合いを取ってる、それではなかなか一歩進んだマネジメントができません。優れた店長っていうのは守備が徹底できているからこそ、いざという時に踏み込めます。そして優れた店長というのは機会ロスがないんです。繁忙期、セール期にクレーム対応来た、その時に冷静な正確なジャッジができれば、それだけ時間ロス、機会ロスがなくなるじゃないですか。繁忙期に A さん、 B さんが揉めてる、どうするんだ、これ1ヶ月も2ヶ月も放置してる、それだともっと悪化してしまう。そうじゃなくて判断ができれば機会ロスがもっともっと減ってくるんです。あなたもジャッジマンを目指せってことです。そして3つ目のキーワードは、メンバーを知れ。メンバーを知るってことです。興味を持て、興味を持つ努力をしろ。そうでなければ店長は成り立たない。
接客力の向上というのは店長とメンバーの信頼関係です。これこそが接客力の向上です。あなたがすべきこと、まずメモを持て、そしてメンバー一人一人の個人情報を聞きなさい。いいんです、聞いて。どこに住んでたの、高校の時は部活どうだったの、どんな子だったの、今彼氏彼女とはどういう関係なの、アパレル前は何やってたの、家族構成はこうだったの、通勤時間は何分、どういう風に乗り換えてきてるの、そこは遠いね、徒歩は意外と20分かかるんだ、夜のバスは怖いよね、全部聞くんです。状況を把握するんです。もちろんそれを嫌がる方もいらっしゃいます。順序立てて言えばいいんです。目の前でメモってはもちろん怖いです。そうじゃなくて、つかの間の立ち話で聞いたことをしっかりメモして覚えておくんです。あ、兄弟がいるんだ。あ、お兄ちゃんと仲悪いんだ。お母さんとちょっと今疎遠になっちゃってるんだ。そんな風にですね、状況を把握するとメンバーの接し方が変わってくるんです。これをサボる、これをやらない店長が多い。そうじゃないんです。接客力はとにかく信頼関係の上で成り立ってくるもんで、信頼関係というのは相手を知るっていうことなんです。やっていますか？8時間労働時間の中でうまくやってくれればいいよじゃないんですよ。店長というのはバックグラウンドまで把握して、この方をどう成長させるか、どう導いていただけるかを考えるんです。高校の時にこうだったんだ、それはじゃあ自分が教えてやらなきゃいけないな、自分が親にならなきゃいけないな、そんなシーンが店長あるんです。私は店長就任でまず先にやることは、1人1時間ないし1時間半の個人面談で、その上で聞けるだけの情報を聞いて、それを前提に接していきます。はい、ということで今回お話した3つのキーポイント、外交力を持て、ジャッジマンになれ、メンバーを知れ、これができれば今の3年目5年目店長以上に優れた店長になることができます。はい、ということで今回はですね、ちょっと違うテンションでお送りしてきましたけども、新人店長本当大変だよね。相談したいことたくさんある、知らないことたくさんある、でも相談したら弱音じゃないか、そんな風にね勘違いされてしまって、自分ができないものという風にね認定されちゃうのも嫌だ。新人店長として頑張るあなた、本当に心から応援しています。私もアパレル販売員15年やっていますが、今でもなお店長こそ本当に尊い仕事だなと心から思っています。今回の内容が少しでも役に立った、そう感じていただけた方は、ぜひいいねボタンをよろしくお願いします。それでは販売員マネジメントを頑張っていきましょう。ありがとうございます。